回これでやってみようか。はい。はい。難しそうだな。はーい。開始。開始。開始じゃ。開始。チュイン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 。ベビー。チュイン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 。ウィッシュ。わあ。なんか、パチンコとかの確定演出みたいな。チュイン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 。みんなバカになるよ。やだ。バカやりたいな。やりたいですね。俺はバカだ。僕はバカですか。でも大事な時の無力感がすごかったバカ。バカだ。まあね。何もできない。いや、初手死には悲しかった。ごめんなさい。は弱い。あ、いいよいいよ、全然。いや、だから、あ、なんか、適当にまあ、ピョスさんにしようか、みたいな。なるほどね。おーおーおー、わあ、マジか。あら、卵さん。卵さん。卵さん。なんだって。マジか。なるほど。シンポリが死ぬのか。ね、シンポリ死ぬんでやばいだろう。あれ。でももう一人シンポリがいるんじゃないかな。え、そうなの。なんで？私止められたよ。おお。おお。あれ？それとも卵さんに止められてから死んだんかな、ちょっと順番がわかんない、ね、ああでも多分その止めた後に殺されると思うよ。ただ僕が止めました。ああそうなんだ。じゃあガムさん多分死んかな。え、じゃあ狙われるのかな。かもね。ああじゃあああどうしよう、後かぶせになっちゃうけど、ルックアウトでピオスさんのところにガムさんが入るの見てました。あ、なるほど。おお、見られました。見られました。あ、ガムさんだけ後ろから。ガムさんだけ。はいはいはい。なんかこれ結構新ルックでいいんじゃないかなって。そうだね。うん、まあ、うん、後出しだからこっちからしたらなんともだけど、うん、一応 CO を書いてもらってていいかい。ああ、そうだそうだ。村B ルックアウト。お、2つも分かった。なるほど。牛を狙われたら誰か持ってくれ。なんか負けといてくれ。いよ、うけにガムさんだった。見られました。他はどう？止められた。止めました。もう怖くて引きこもってたんで。なんだろうね。引きこもってました。同じく引きこもりです。怖いし。引きこもりで、引きこもりでやんす。わしは止められたから何も行動できんかった。外の世界は怖いんじゃよ。やっぱり家でパソコンの前にね。まあね、でもあれだね、たまごさん殺したのはガムさんと私じゃないってことがわかるよね。そうね、この二人は割と証明なのかな。確かにね。イエーイ、やったね。狙われやすくなった。殺しが1だから止められたピオスさんはもう片方の相方の可能性は一応あるけど、ね、そうだね、私が赤の何かか、もしくはガムさんが赤の、ポリスの可能性もあるけど、なるほど。そう、今回のその卵さんの殺害に関与してないっていうだけ。そうそうそう、赤ポリスは立ち悪いな。そうね、別に犯人がいるということな。うん、卵さんシンポリだったからさ、うん、
ね、まあ、あやめさんが動いてないも本当だとするなら残り3人の誰かかなってなるけど。うん、残り3人って誰だ？無能さん、やや氏とガバさん。はははは。まあ、俺が後出しだから、みんな目線から怪しいかもしれないけど。うん、いやまあ今のところは今後の情報次第かな、うん、そうだね、次先出ししてもらえばいいんじゃない、村人さんに。おそうね、うん、確かに見たものはなんか言ってもらって、うんうんうん、じゃあみんなんちにストーカーしに行きます。おーい、おーい、おいでやす。今んとこはもうこんぐらいかな、こんなもん、うん、おーい、うんうん、ふんふんふん。ん？あ。おー。うわ、マジか。平和だ。あれ？お、指さした。お、いらん。誰？誰？いや、よし。あ、僕？あー！あー！あやめさん。あ、あやめさんは？ルックアウトか。見たぞ、ややっこ。おっと。貴様はシーフだな。シーフ？あ、え、そういう。貴様はシーフだったぞ。あ、違うけど。なるほど。え？つまりどういうことだってばよ。うん、つまり。第三陣営だ。違うってばよ。一応ルックアウト情報先に出しておくと、ガムさん家にガバさんが行ってました。え？そういう関係。ガムさん家に。ガムさん家にガバさんが。あ。ガムさん家にガバさんが、はい。来ました。ガムさんは？え、はい、はい。あ、両あれ、あとこ、いやいや、こ。来たと。これでまあガバさん違うってね。違うってね。なんでご情報を書き込んでるんですか。ネズミだからだよ。緑ネズミだから真実を言ってるまでだ。赤ネズミだ、赤ネズミ。二人のキルがシーフキルじゃないから結構あるんだよね、可能性が。うん、え？シーフがキルすると役職わからないって出るから。あ、そっか。あ、うん、へえ。いやでも僕違うからね。あ、一応先に言っておきますね。はい、僕インベスティゲーターです。はい、で、はい、初日にあやめさん家に行って、さあ、赤のイレイサーか、緑のルックアウトって出ました。で、次の日、さっきのターンにガムさん家調べに行って、シーフないしポリスって出ました。あ、じゃあもう。え、なんかめっちゃうちいいに人来てるやん。あれ？そしたら村人さん、うん、あ、いやどうぞ。あれ？村人さんの結果と違くなるよね。あれ？と？何が？え、だって無能さんもガバちゃん、違う、ガムさん家に行ってんだっけ？そうです。そしたら、あー、確かに確かに。あれ？バカなんだよ。バカなんかもね。え？僕バカなんですか？あ、そうか、バカ見えないんだ。バカなのかな？見えないんだっけ？それか、俺がバカか。あ、てか、村 B さんがバカじゃない？だってインベスティゲーター一人しかいないから。
確かに。うん。ん？え、ガバさんはガバさんち行った？あ、俺ですか？はい。ガバさんち行ってますよ。あの、守るためにポリスなんで。あ、トランパーを置いてくれたっていう。はい。ここまで情報全部合ってるんだよな俺。あれ？だからで無能さんも行ったって考えると初日はたまたま当たってただけのバカ説はある。なるほど。うん。とりあえずややこさんはシーフだから私は入れるよ。ちょ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 。ああなるほど。でも第三陣営だから一応入れといて損がないと。いやおかしいって。一応じゃあやいし役職なんだい。僕ポリス。ああポリスメン。ポリスメン。なるほど。なんだけど、僕、無能さんを止めに行ったんだよ。うん。はいはい。ああはい。止めに行きました。僕は、インベスティゲーターだ。あれね？すごいけどな。え？あれね？まあでも、新しい、でも僕の情報って後出し情報だから、まあでも、あれなのか、うん。まあなんか適当な赤として語ってる可能性はある。シーフあれなんだね、役職取ってないから多分シーフの方でし、あれ間違ってたから間違うよ。あ、間違ったら私釣ればいいからね。あ、なるほど。そうそう、死んだら分かるから。どうだろうか。まあ、ね、死んだら泣いてる泣いてる。まあちょっと死んだ話が進むから。俺はシーフじゃない。これはシーフじゃないんだ。違う。ビヨーン。ビヨーン。殺せた時点でわしの勝ちか。わしらの勝ちじゃ。ガハハハハ。あ。あ、え。あ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 、ば、バカだいやー、え。あれ。ということは？え？赤が二人残っていて？終わりだ。誰だ赤？誰だよ。あ、え、わ、わ。え？気づいちゃった？気づいちゃった？気づいちゃった。なるほど。そっか。いや、頑張りました。つまりそういうことなんか、この男色寄りの二人が。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。わあ。なんてことや。村美さんがカムさん家にガバさん行ったよっていうのがたまたまハマった感じです。よかったね、いい情報だったね。よかったです。すごいあれ。俺もこれ死ぬの待つだけ。寝てる間にね、こっそり殺してくれるとまあ優しく手に登れるかなと思うので。まあ優しくお願いしたいなと僕からは。はい。ちょっとあれでも空飛びたいとは思わない。ああ、また射的行ってみたい気持ちも、まあ、少しあるかなと思うんですけど、やっぱり優しく天に登りたいなっていうのが正直なところなんで。結構窓に血しぶき飛ぶんだよ、あれ。痛いの嫌です。痛いのね、ちょっと嫌なんで、ちょっと優しくっていうのをちょっとね、粛々とこう、ね、はい。やっぱ優しく飛ばしてあげよう。せっかくだ、自分に投票しとこうかな、これな。うわぁ、ガバちゃんナイス。破れただけやった。あ、しまった。投票した瞬間に。あれ、そういう、もしかしてピオスさんがネズミの赤の可能性はなくねっていう。
結局シーフは釣っても赤釣れてないよね。そうなんだよね、先に赤釣らないとダメな場面なんだよね。せっかくのポリスやったのに、ナスカピオさん、さっき初日で殺してたのは仕返しですか？私じゃないよ、殺したの、止められてるから。初日止められてるから、ね、俺たまたま止めてたんか。そうそう、止められてた。おお、やろうなのに当てすぎじゃない？いや、そう今意味つかなかったもんな。なんでやっぱ、そう、言ってること合ってるし。村人さん、すげえなと思った。でも、ね、最初のだけ当たってなかった。あ、そうなの？うん、ピオスさんち行ったの僕もそうなんだ。ああ、そうなんだ。あ、増えたらよかったのに。いやー、だから、あーと思ったよ。白やなって思ったよ。あー、なるほど。なるほど。まあでも割とやっぱバカって確定した人がこう先陣切った方がいいような気がするね、これ。あ、ただあれなのか、赤の可能性出てきちゃうから難しいな。あ、難しいな。難しいな。なんかさ、自分がバカだと気づいた時にどうしたらいいか分かんない感あるよね。うん、あ、まだバカやってないけど。まだバカはやってないですよ。第三陣営クソきついんだけど、これこれシーフ、あれ、ややこさん結局行動してないってこと？これしてない、してない。だって初動から殺しても、だって味方にどっちに行くかによって、まあ、最悪僕インポスター側を狩ろうと思ってたから、うんうんうん、初動動けなかった。なるほど。でもだって味方減らすだけじゃん、イノセントの方買っても。そうね、うん、置いてたら先に見られちゃったっていう。見ちゃった。第三って結構難しいの多いからね。そうね。一応もう一戦やってみて、きつそうだったらシーフじゃないやつにしてみようか。うん。はい。よし、じゃあ行くぜ。いやー、バカやりてー。バカやりてー。